今ビデオ撮り始めた、うん、昨日もなんだけどちょっと腹痛で、なんか今日の朝アップルソースちょっとペロって舐めても、なんかしばらくってかちょっとしたらなんかお腹痛くなって休んでみたいな感じ、なんか3舐めくらいしかできなくて、なんかの飲み物とかもなんか飲むとお腹痛くなったりとかして、あんまりあれだから、けど今日関西ボーイ食やって誕生日で、しかもチキンのすごい美味しいランチが出て、食べないわけにはいかないでしょってなって、で、だから噛んで出すっていう風にすればお腹に負担かかんないで、けどちょっと楽しめるかなっていう。うん、こんな感じ、これ、はい、これが今日のランチです。今日のランチです。美味しそうで食べたくて食べたくてしょうがないんでしょ。なんでお母ちゃんにちょっと食べさせてもらって、はい、ちょっとつまんだ分を、はい、噛んで後で出す。今大きく出すのね。うん、説明しなさい、やっぱり看護師さんに。なんかさ、もう一人のサブの人が全然分かってないからさ、麺とも食べてたみたいとか、なんか噛んで出してるから、フォークとかもあれ片付けとくけど。自分の思いも一緒に伝えてるから、多分の人は、出す？もういい？はい、で味見だけして、はい、出して、ごめん、しょっぱく、あ、辛かったね、あ、ごめん、アルコールごめん、バカだった。あとなんか噛んでる時もちょっとお腹痛くなるから、噛むとだって胃酸が出るから、うん、だからなんかあんまりやらない方がいい。もしかしたらこれでやめた方がいいかも。もうやめといた方がいい、やめといた方がいい。けど、ハッピーバースデーの日の美味しい味は分かったから。充実した。うん。美味しかった。幸せ。あれ、電池がなくなる？ん？うん、電池がなくなりそうかもしれない。取れてないの？取れてる。もう充電しないと、もう一つの方に変えて充電するとか。うん。とりあえず。大事にいっちゃね。